6.22 新宿フェイスカスイチ4メインイベントです。鈴木みのる対沢宗則。さあこの戦い、 SM こと沢、仮想さんから SM ではなく沢として出ろと要請がありました。沢宗則としては初登場となるわけです。バトラーズ所属の選手。さあ近藤選手、もう UWF の遺伝子を継いだ2人の戦いとまず言えますよね。うん、はね、かなり真剣なね、はい、うん、さっきとは打って変わってね、ちゃんとしたプロレスのね、外人バスの中のね、タルさんとね、木原親父 の真剣な空気みたいなね。難しいよ。それは聞かせてください。例えが難しい、聞きたいですね。緊張の糸が張り詰めて、そうね、ピンとね、はい、糸が張ってるというかね、それは日頃のことがあってそうなってるわけですか。まあ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 ね、深いあれはね、いろいろあるんでしょうけどね、はい、まあね、それを言うと太郎さんに怒られた時みたいな空気近いかもしれないね。近いな、それに近い空気かもしれないな。なるほどね。あ、沈黙が続いたからな。何分続いた。俺は結構長く感じたぞ。これは5分の沈黙に感じたけど、まあ、こっちはなんか言いたそうだったからね。俺ずっと見てたけどな、太郎さんに文句言いたそうだったから、ね、文句じゃねえよな。そうですか。いや本当に須山さんはね、止めんが必死だった。まあ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 、諏訪間選手が。おお、いやちょっと意外な感じもしますけれどもね。楽しくやりましょうよ。そういうタイプですか。さあリング上では沢ですが、沢の師匠の石川祐希、いやバトラーズのリーダーなんですけれども、その石川が藤原軍時代鈴木みのるに随分しごかれたと、そんなバックグラウンドがあるようです。可愛がりだね。可愛がり、可愛がり。そしてリング上では鈴木みのるがそのいわゆる可愛がりを沢に対してというところだったんですけれども、沢が張っていきました。バチバチだこれ、バチ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 ファイトですよね。痛そう。どうですか、ヤシー選手はこんなようなファイトというのは、もちろん総合格闘技にも挑戦されました、どのように見てるんですか。やんの嫌やで、正直痛いもん。この顔面をバチになって張る、殴る、当たり前ですもんね。たまにこうアンダーカードとか組まれた時にこういう試合になったら、はい、結構終わってみたら痛いけど楽しかったな、はい、ないけどな、やりたくはないな、あえて自分からは。でもね、今のプロレスにはね、こういう緊張感が必要だよ、うん、あの俺らがタルさんに切れられた時みたいな緊張感。あの緊張感をね、リング上出さないからね、ダメだよプロレス。シビアな感じ、シビアな感じだね、あのシビアな感じ、うん、でもブードゥーマダーズのあの悪ぶりですか、あそこは結構入場からして緊張感漂うなと思うんですけど、いや俺らはね、すごい楽しんでるよあれ。もう自然、うん、あれは楽しいよ、はっきり言って、うん、好き放題だからな、うん、でも近藤選手も本当戦ってる姿はもう目がキラキラと輝いてますよね。うん、もうね、他の他団体のリングだとね、はい、もういくらでも好きなことできるからね、あーこれ沢の方が打撃を仕掛けましたけれども、すぐに倍返しに合います。距離を取って、うわー胸板へ、すごい近藤選手、うん、でもそのいわゆるエスっぷりというところではですね、鈴木みのる選手と、うん、どうですか、何かこう相通ずるもの感じたりするんじゃないですか。どうだろうね、やっぱエスとエスはね、やっぱどうしてもね、バチバチしちゃうよね。そうですね、引き合いはしませんよ、引き合いはしないね。なかなかこう見ていて、あ、分かるよっていうようなところは、あ、分かるね、うん、こういう顔を踏みつけてるのかな、はい、はい、やってますね、うん、そしてこうしてファンともやり合うんですよね、やっぱり、うん、あの辺はもうどうですか、快感になりますか。そうだね、うん、下から沢の方が攻撃を仕掛けていきます。前回はとにかくランジェリームタバラモンケイとの異質の戦いがありましたけれども、近藤選手、ああいう戦いどのように見てたんですか。見てないしね。俺ね、ほとんどねプロレスをね、見ないんですよ。あ、そうですか。
人のことは人だろうっていうタイプですか、うん、いや、なんかね、はい、真似しちゃうんですよね、人の技とかね、見ちゃうと。あ、そうですか。まあ、多少アレンジ加えてね、変えますけど、はい、やっぱり元が同じな感じになっちゃいますよね。ヤッシー選手は、そういう近藤選手のこと普段はどう見てるんですか。どんな存在ですか。プロレスの見方は完全に違うな。俺は結構なんか何でも楽しんで、なんなら元取る、なんか思んなくても元取ったろぐらいのつもりの勢いだけど、はい、うん、まあ、だからね、ブラザーはね、外人気質かもしれないね、何でも楽しもうっていう、俺も完全に引きこもりの日本人引きこもりが完全に引きこもりだから。そうですか。完全なね、引きこもり。ちょっと周りの解釈とは随分違うような気もしますけどね完全な引きこもりだよ俺は。あんなにおっかない引きこもりいませんけどね。もう家でじっとするのがすごく楽しい。本当ですかね。それちゃんと聞いていいんですか、その部分は。もう全然、もう全然言うよ。インドア派なんですか。もうかなりインドアだね。ドリームランドの話した方がいいねんか。なんかドリームランドって今度ドリームランドの話した。俺なんか言ったっけ、ドリームランド。それなんか名前だけ言っちゃった。あのほら、あのシュープロのさ、あの俺のコラムのさ、あれなんかドリームランドのがどうのこうのって話してたじゃん。なんだよそれ、ドリームランド。お前のドリームランドに帰りゃいいんだよ。ドリームランドってもう朝青龍のもあるだろ。でも、でも あるんだろ、家に。家のことドリームランドだ。俺の家のことだ。あれドリームランドだよ。毎回ツアーが終わると治療に行ってんだよ、実家に。その実家がドリームランド。ドリームランド、ドリームランドって名前なんだよね。なるほど。その朝青龍がモンゴルに帰って治療しているかも。そう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 、もう完全にね、俺の実家ドリームランド。こっちが本家だぞぐらいの。ほん、そう、本当だよ。本当に。いや、一回見てみたい気もしますけれどもね。いやー、これも拳を顔面に擦りつけています。痛さがなかなか伝わらないけど、はい、見てる以上に痛いよね、こういうの。この選手、これプロレスのちょっと隠し技みたいな感じで、あるね、でしょ。俺は全然知らねえ。あ、そうですか。俺ら全然そう習ってねえからな。なんだ、もう聞く人間違えましたけれども。全然知らねえ。なんかあの手首とか首とか、なんかそういうのなんだろ、がどうのこうって言うんだろ。全然わかんない。師匠によくやられたよ。誰でしょって。師匠誰だよ。あ、斉さん。あ、教えられました。こういうスパイングね、はい、やってた時にすごいなって。技じゃねえ、技みたいな。はい、すごいよね、こういう人は。よくあの嫌がらせにも通じるものがある。通じるものがある。あー、嫌がらせみたいなもんだな。あれプロレスの可愛がりってこういうのかもしれないね。うん、あーね、あのスパーリングやってね、あのぶつかり稽古と一緒ね、そのこういうスパーリングやってこう上に乗っかってこういうことされるみたいなね。そもそもありますか。あったな、俺諏訪さんにやられたな、練習生の頃。俺やられたわ。あ、そうですか。いや、あの入門して1日2日ぐらい、3日目ぐらいに選手とスパーリング来て、はい、自由にやってくれって言って諏訪さんにもう乗っかられてね、何もできない感じ。嫌だなそれ。この感じわかる。3日目ですか。3日ぐらい、3日ぐらい。あのね、新弟子はね、入って3ヶ月もすればもう超人並みの体力になってるから。いじめるんだったら多分それぐらいじゃないといじめられないんですよ。逆にね。逆に、はいはい、新弟子の体力がすごいですよね。もう体力がついてしまうとやられてしまう、やられてしまう可能性もある、はい、だからもう入ってすぐにそういうのが。お前の時なかったの。俺の時そうなかった。なかったの。お前の時可愛がられてるからな、7期生はな、ね、あまちゃんだったから、ね、8期生からだよ。なんかそういうちょっとなんかこいつらできねえみたいな空気になったのはさ。あ、そうですか。ここは回転しての蹴り。これはいいよ。円錐切りではなく顔面、顔面ですかね。ですか。うん、ずらして当てていくような感じになりました。膝が伝わってくる、あ、そして鈴木みのるに対してまんじゅう固め。これは勇気ある行動と言えそうです。伸びきらないとね。
そうですね、乗り切らないとね、まだまだ不十分、逆にこれは鈴木の方がさせないということだったんでしょうか。まあ沢の方は加藤さんからも相当もうお腹いっぱいやというふうに厳しく見られている側面もありますから、今日沢という顔でファイト内容で見せなければいけません。逆に鈴木の方はもう三冠王座をめぐる中心人物、トップ中のトップです。三冠といえば、あーこれステップにしてレフェリーを飛んで踏みつけてシャイニングウィザード、そしてラブポーズからもう一撃食らわせました。カバーの体勢に入るが、あこれはニアロープ、ロープが近かった。あれで目覚めたろうなレフェリーは。逆にここでですか。ここで目覚めた、はい、寝起きだったからな。遅刻したというのがありましたからね。ちょっと遅いよね、気持ち。やっと目が覚めた。やっと目が覚めた、ね、あすぐに走り込んでいった。うわあ、いや今テップル見ましたか。ボコッという音がしました。あ、いや肘ですけれども、ああいう感じでパンチ食らうのか、すごいですね。今俺もよくこの人やられる、殴られる、ああやって食らって、ああやってんだ、ですよね、選手。ああやってんだ、避けられねえぞ、あの距離は。避けられねえ、いやこれは避けようにも、そうですね、頭を髪の毛を掴んでましたからね。あ痛えもん、うーわー、うわー、鼓膜も危ない平手打ち、そして独特のドロップキック、ジャンプして右の足から顔面に当てていきます。いや、ヤシ選手、ああここからバックドロップ、一撃一撃説得力があるぞ。カウント2つ、ちゃんとした試合だね。そうですね、俺編沢選手もなかなか、なんだかんだ言ってここまでスリーカウント許してません。さあ今度はどうかな、体勢を整えてタックルから入って、今のどうなの、今の総合の観点から。これね、決まってねんじゃないの、これも全然見えてないし、アキレス腱固めでしょうかね。全然見えてない。あこれどうだ、いやどうだ、これはもう俺だったら義母してるけど、この人は今気力で耐えてるね、シャワーは、うん、だってもうロープまですぐなんだよね。あどうかな、届くか、もうちょいもうちょいもうちょい、もう少し、決まっている度合いはもうバッチリだということですね。これもう近いから逃げてやろうかな。あれ足完全に、うん、足完全に決まってるよな。決まってんね。そうですね、しっかりホールドしてますよね。あれがすごいな。これが鈴木みのりの足関節技。ほら習ってねえからな。怖さがあるな。あれも習ってないから。今ロープにようやく手が届きました。手繰り寄せるようにした。もう一回、あ近藤選手、この何かこう相手を殴り殺すといいますかね、そんな執念深さ持っているんですね。そんなにね、体は大きくないんだけどね、はい、強さがあるんだよね、とにかく。その部分もでもどうですか、サイズがなくてもその絶対的な力強さを持っているという点で近藤選手を愛するものはあるなと私なんかは見えるんですけれども、まあなんかね、なんかね、尖ったナイフみたいな感じなんですよね。刃物ですか。僕の場合はね、はい、ハンマーだけどちょっと軽いんですよね。おー、うん、ヘビー級にはちょっとかなわないですけどね、僕はやっぱり。近藤選手の対ヘビー級もちょっと今後楽しみではあるんですけれどもね。これはもうやりたくないですけどね。そうですか。うわ、このバックドロップひねっていきました。今度は鈴木の後頭部砕いていったが、流れるように腕に行きましたけれども、ため息を漏らしている2人です。ヤシ選手、今鈴木の方が行きましたね。そしてスリーパーホールドになる。どうだ、尻餅をついて、ダメだダメだ、カウント3、
あれだな、落ちたのか。さっきの腕十字チャンスやったのね。はい、あそこで逆に世界一分のチャンスいけなかったですからね。あの切り返しは多分な、鈴木選手もそれ得意やしな、はい、そういうの切り返しとか、闘魂Vスペシャル、闘魂Vスペシャルで、闘魂Vスペシャル、この部分ですよね、闘魂Vスペシャルで、あの入場曲ではありません。そして今鈴木みのるのマイク、何が飛び出すか。明日の東京スポーツ、澤選手健闘むなしく、残念ながら実力が足りませんでした。だらしねえなバトラーズ。あー、だらしねえなバトラーズと近藤選手。しかし本当にこう相手の嫌なところチクチクとついてきますね、いつも。うん、尖ったナイフだね、尖ったナイフ。ヤシ選手はどうでしたか。あー、このなんか粘りにね、共感を覚えるね。うーん、俺もこんなんやもんな、その部分にボコボコいかないもんな、はい、鈴木みのるという点も含めですね。いや、ボコボコにやられた澤、こちらは何を発言するか。すいませんでした。あ、でも今言ったこと一生忘れねえぞ。バトラーズをバカにしやがって、うちの社長の石川祐希ってのは、あんたに若い頃散々いじめられたことをまだ根に持ってますよ。新郎社長、弟子の俺が仇を取ろうかと思ったんですけど、まだまだ実力が足りませんでした。だけどもバトラーズはゾンビみたいなもんだから、何回でも何回でも這い上がってくるから、皆さんも一緒に応援してください。お願いします。さあ、ヤッシー選手、何かこうマイクの内容もちょっと共感を覚えるようなところあったんじゃないですか。ごめんごめんごめん、困ったら笑うな。でもね、加水地でこの試合がメインやるっていうのはね、まあ加水地っぽいよね。うん、そうなんですね。実はメインイベントは、メインイベントがね、今までも意外なカードが揃ってきているわけです。